の中スタートしました、バラッとしたスタート、うちで1番のロール・ザ・ボーンズがいいスタート、間から8番ライラが先頭に変わります、外から17番のミンストレスがそれに並んでいって、3番手は1バシン外に10番ファランドール、半馬身、うちが1番のロール・ザ・ボーンズ、それをかわして外から18番のノーラン・サンライズが好位に取り付きます。あとは9番、OK OK、エンジェルが行って、外には16番のルック・ホラスター、その直後には6番のサマン・サバローズ、さらに外には11番のジャニーヌ、内から4番、テンダールック1段、1馬身14番、エリカ・サンタモニカ中段、その内から接近する2番のブラック・ラリア、さらに間からは13番のアーシレ、直後に12番、シュウェット・アムールの追走、1馬身 3, 3番、ハギノ・デュエット、その外から上がる7番のアンビアンス、その後ろに1馬身差、5番のノーブル・ノワールという体型で、外回りの4コーナーのカーブにこれから入って ていきますさあ逃げる17番のミストレス花を取り切って800を通過リードは3馬身2番手にはうちに8番のライラさらに外にはファランドール横に広がってオースター18番ノーラン・サンライズ直線コースに入りましたさあ先頭は17番のミストレス600を通過リードは2馬身8番ライラ 外には10番のファランドール内ならうのは1番のロール・ザ・ボーンズバグンドストカー18番のノーラン・サンダイズさらにババアの真ん中から14番のエリカ・サンタモニカが追ってくるあと400を通過してさあ先頭は17番ミストレス打ちラチいっぱい先頭キープにバ真のリード8番ライラが2番手残り200を通過追ってくるのは1番のロール・ザ・ボーンズとさらには14番のエリカ・サンタモニカ突き抜けた17番ミストレス独走態勢8番のライラそれから14番のエリカ・サンタモニカ6番のサマンサバローズが2番